今日は直流ブラシモーターを PWM 制御を使って回してみたいと思います。これは今日の動画で使う回路構成です。基本的には MOSFET をオンオフすることでモーターを回します。動画の前半部分では MOSFET はただ単にメカニカルのスイッチをオンオフすることによって駆動します。動画の後半ではメカニカルのスイッチを Arduino に置き換えます。そして MOSFET を PWM で駆動します。その結果モーターは可変速で回ることを説明したいと思います。まず回路構成的に一番簡単な回路をですね、このブレッドボード上で作っていきたいと思います。まず MOSFET のゲート端子部分に接続されるスイッチとゲート抵抗を接続していきます。こちらが今日使用する N チャンネル MOSFET 2SK2782 東芝製です。 60V20A 4V 駆動です。ゲート抵抗120オームと10キロオームくらいのプルダウン抵抗を入れます。これは今日使うモーターです。回転電気型です。ラジコンとかによく使う直流ブラシモーターです。 MOSFET のドレインをモーターに、そして MOSFET のソース端子をグラウンドに接続します。これは環流ダイオード、モーターと逆並列に接続します。これがないと MOSFET が爆発します。そして最後にニッケル水素バッテリーを接続します。こちらは定格電圧 7.2V、 モーターの定格電圧と同じです。とりあえずこれがモーターを回すための一番簡単な回路です。スイッチを入れて、でこのね、小さいスイッチを押すとモーターが回ります。このままだとモーターが暴れて危ないのでバイスで固定します。この回路で今やったことっていうのは、スイッチを押していないときはモーターは回転しないで、こちらのスイッチを押すとモーターは定格回転数で回るというふうになってます。これはなんでかっていうとですね、こちらのスイッチを押さないと、こちらのモーターにかかる電圧は 0V になりますし、こちらのですねスイッチを押すとモーターにかかる電圧はこちらのバッテリーの 7.2V、 定格電圧がこちらのモーターにかかるようになります。このボタンをですね押すか離すかの制御なんですけども、これだとオンオフの制御しかできないんですね。つまり0回転か、定格回転数のどっちかしか回らないと。じゃあ今このスイッチを連打するとどうなるかっていうと、だいたい0回転か定格回転数くらいの真ん中くらいの速度で回り続けます。じゃあもっときめ細かくこの回転数を制御するためにはどうすればいいかっていうのは、このスイッチを押す感覚ですね、スイッチング周波数っていうんですけども、これをですねもっと高い周波数にしていけばいいんですね。例えば1秒間に1000回だとか1万回だとか、そういう感覚で押していけばもっときめ細かく制御できるようになります。人間の手でそれをやるのはさすがに無理なので、こちらのですねアルディーノを使ってやっていきたいと思います。アルディーノで回路を作る前に、今日の本題である PWM 制御について説明したいと思います。 PWM 変調なんですけども、その名の通りパルス幅変調のことです。パルス幅を変える変調方式のことです。そのままです。先ほどボタンを連打してましたけども、実はこれもパルス幅変調を人力でやってたんですね。パルス幅変調をこの回路を使って説明したいと思います。この V はバッテリーのことです。 M はモーター、そして SW はスイッチのことです。先ほどの主回路と同じ回路です。こちらのスイッチなんですけども、 MOSFET か IGBT を使います。今回は MOSFET を使っています。今回使用したモーターの特性なんですけども、因果電圧が高くなるほど回転数が上がります。今回は簡単化のために線形の特性を持っているとします。まずスイッチの状態を説明します。基本的にスイッチは2つの状態しか取りません。オンの状態かオフの状態かどちらかです。スイッチがオンの時、スイッチは閉じています。つまりモーターに電圧が引火されてモーターに電流が流れます。そしてモーターは回転します。反対にスイッチがオフの時はどうなるかというと、スイッチはオープンの状態になります。この状態ですとスイッチに全電圧がかかりますので、モーターに引火される電圧は 0V になります。つまりモーターに電流は流れず、モーターは回転しません。例えばモーターのオンの期間とオフの期間をそれぞれ5秒ずつ取ったとします。
スイッチがオンの時、モーターに全電圧が加わりますので、モーターは定格回転数で回ります。ちなみに無負荷の状態です。オフの時にはモーターには電圧は加わっていませんので、モーターは静止した状態です。今オンオフの時間スケールは秒でやっているんですけども、これをミリ秒にするとどうなるかについて考えてみたいと思います。そうするとモーターは定格回転数の半分くらいのところで回ります。スイッチがオンの時、モーターは定格回転数まで加速しようとします。逆にスイッチがオフの時どうなるかというと、モーターはすぐには停止しません。なぜならモーターの回転子には慣性モーメントがあるからです。このように電気系の自定数を機械系の自定数より十分速くすることによって、モーターをですね、中間の回転数で回転させることができます。もう皆さん気づいてると思いますけども、このスイッチのオンの期間とオフの期間の比率を変えてあげることによって、モーターの回転数は調整できます。このスイッチのオン期間とオフ期間の比率のことをデューティー比と言います。この場合だとデューティー比はこの式で表せます。つまりデューティー比は0から1の間を取ります。この場合だと T オン、T オフはそれぞれ5ミリ秒なので、デューティー比は 0.5 になります。つまりモーターに引火される平均電圧はデューティー比×バッテリー電圧になります。ここでいろいろな例を見ていきたいと思います。例えばデューティー比が0の場合、スイッチは常にオフの状態です。デューティー比が1の時というのは、スイッチは常にオンの状態になります。次にデューティー比が 0.3 の場合です。スイッチング周期を1とした場合、スイッチは 0.3 の期間だけオンしています。そして残りの 0.7 の期間はオフの状態になります。つまりデューティー比が0の時はモーターは止まってますし、デューティー比が 0.3 の時は定格回転数の 0.3 倍でモーターは回ります。そしてデューティー比が 1.0 の時というのは、モーターは定格回転数で回ります。このようにしてパルス幅を変えることで、モーターの回転数を制御できます。次にこのアルディーノに今まで説明してきたパルス幅制御を実装してみたいと思います。コードを書いて、そしてそれをアルディーノに書き込みます。今回 PWM 波形を作るために8ビットのタイマー割り込みを使いました。今回この可変抵抗の具合によってモーターの回転数を制御できるようにしました。これは今アルディーノの出力電圧波形を見ています。今デューティー比が0ですね。でこれをどんどん大きくしていくと、はい、こんな感じでどんどん大きくしていって、でそして最後デューティー比が1ですね。まあちょっとスパイク出てますけど、まあこれは問題ないです。でまあデューティー比が 0.3、0.5、0.7 といった感じです。こちらの電圧を MOSFET のゲート端子に入力します。それで MOSFET を駆動します。ちなみにスイッチング周波数なんですけども、今これが1マス5マイクロ秒で、ここ立ち上がりから、次の立ち上がり前ですね、16マイクロ秒あります。なのでスイッチング周波数はですね、1÷16マイクロ秒で 62.5kHz になりました。何が言いたいかというと、このオンオフをですね、1秒間に62,500回やっているということです。正直言ってこんな高くする必要ないですね。 15kHz とか 20kHz くらいあれば十分だと思います。さっきまで使っていたメカニカルのスイッチは使わないので取り外します。その代わりにアルディーノから出ている線を MOSFET のゲート端子に接続します。スイッチング周波数を 1kHz まで下げました。
はい、ということで今日は直流モーターを PWM 制御で回してみました。もしこの動画気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは動画のご視聴最後までありがとうございました。